私は井上秀樹と申します。1970年茨城県水戸市で生まれました。陶芸を始めたきっかけは、代々陶芸をしている家系で、陶芸が身近にあり、自然とこの道に入りました。私の作品の特徴は、釉薬で四季や自然の風景をイメージして表現しています。それぞれ皆様の思い出の風景を思い起こすきっかけになっていただけたらと思います。皆様に厳選した作品を手に取り、ご覧いただけましたら幸いです。